確かに。何ですか、それ。変わったな。こっちはこっち。皮はまずいの。皮は欲しくない。僕は一回なんか生で食ったことあるけど、すごいなんかまずかった。イカって内臓があんまりないね。内臓そっちの、そう、これが内臓よ。これが内臓。塩辛の時はあれを使う。あれ捨てるの？今日は捨てるよ。あれ、熱通せば食べれる。新鮮なやつじゃないと食べる。熱通せば食べれる。包丁の根切れるのでやる。これは食べないの？それはゲソだから食べない。刺身にはしない。なんかこういうのあるじゃん、刺身も食べるね、硬いよ。うん、切って食べる。ゲソは普通は刺身にはしない。普通じゃないか。これこれ、ゲソはフライにしたりね、煮付けにしたりしたり。いや、僕ゲソも刺身で食べる。すごい何でも食べる人、うん、漁師の人は船で食べるじゃん。よく新鮮だから何でも食べI'm going to go to the hospital.
を上手に剥くのがポイントやね。手早く作らんでほしくない。それは皮むけない。それは皮むけない。これ。いや僕。刺身抜きだから。フライヤーで刺身抜く。僕それ乗ってるじゃんね、寿司の上に。うん。小さい板だろ。寿司屋の儲け。これ寿司にした方がいい。寿司を握る技術でやった。安いもんでもすごい。すごいかな。価値を。これね、ちょっと刺身だよ。太すぎるってよ、足が。食べるね、これを。うん。食べる方がいいと思うけど、ね。なんで？硬いよ。まずい。そんな美味しいかな。僕、生が好き。何でも食べる。これね、湯がいてね、さっさっと湯がいて、マヨネーズかなんかで食べてほしい。いや、僕はあれ、生がいいの？生がいいね。うん、これ湯がくと、やわくて食べやすいんだけどね、湯がいてあげようか、これ。いや、僕、生がいい。私のアドバイスを聞かないな。うん、これはこれ。これは。うん、エンペラね。テンペラっちゅうのそれ食べれる。いや食べれるよ、そのこれとかこれはね、うん、煮付けにしたりするよ。僕あんまり好き。うん、うん、食べたいね、うん、腹痛くなった。腹痛くなった。消化が悪い。あのゲソはね、湯がいてよ。もう湯がくよ。やばい。あ、ゲソじゃない。あ、これ？もうあれ、あの食べなさいね。お腹痛くない。そうなの。うん、ちょっとこれ皮が剥けるんだけど、これ。いや、皮むかんでも細く切ってくれる。皮が剥けるんですよ。剥けるのね。食べるね、うん、半分冷凍しとくなさいよ。いや冷凍したらもう美味しくない。お腹痛くなるよ、もういっぱい食べたら。心配だがね、お腹痛くならせるか。